世界バイナリーオプションスペシャリスト社の浜岩先生です。2016年ゼロトレーダーにおいて日本一から世界一になってます。FX なんですけども、このようにね、このツールの紹介と今の、投資手法ですね、今 CFD でですけどね、このようにその通貨国を選別、今5個以上でね、同時にこのグラフも一つにしちゃって投資することによって安定性でこのテクニカル分析やアート通用する、この切り分け、上か下上か下かに取引するだけなんです。この通りね、こちらもそうなんですね。で、ちょっとこれインジケーターがね、このような設定値でね、色をちょっと赤にしましょうか。でこれをちょっとやってね、設定値はこの通りだったね。でこの上行ったら上、下に行ったら下ね、売る買う売る買うってやっていけばいいんです。これその通りやっていくだけでいいんです。これだけ普通のね、通貨国1個だけじゃダメです。外れちゃいます。複合通貨の強さっていうのは人と合わないように投資するわけですね。で自分で偽装して作っちゃうんです、銘柄の銘柄を。わかります？複合して何の通貨を合わせるかね。CFD にドルをドル関係もつないでもいいんですよ。何でもつないじゃん。でそれをまあこれですね、合成、合成したのがこれですね。こういう銘柄、今のが出してるのがこういう銘柄なんですよ。数多くいっぺんに同時してね、このようなチャートを一つにしちゃって、それで分析して買い売りするんですね。これが新しく分かりやすい鞘取引っていうのは株で、こちら株でやってますけどね、これ2つだけじゃないんです。この鞘取引は4つなんですよ。4つ、1,2,3,4 つで通してるんです。鞘取引って2つでしょ。浜先生のは4つとか5つとか6つとかね、10個とかで取引してるんです。で、一つのチャートにしちゃってるんです。わかります？そうすると、自然の動きをするんですね。だから、後々人間が、普通のだと人間が手引きするから、ちょくちょく変な風に動くんですよ。それが全くなくなっちゃいます。だから、自然の動きね。で、この通貨の合わせ方も、人によって合わせるから合わないわけだからね。みんなの投資するのに合わないようにして、通貨国を自分で合成しちゃうっていうような感じですね。それでその勝てる戦略を見つける、それで投資するわけです。で自然に動くもんだからね、ただ資金がめちゃめちゃいりますからね、それはちょっと注意してください。資金は今までのように株1個買うにも4つとか10個とかね、16個買いますから同時にね。だから資金がないと投資できません。この方式は安定性を持たせるためにはお金ですね。お金がないと投資できない方法ですね。だけどもこういうことで安定性でいつも楽に稼げるんですね。私はこの FX 投資で他のこういうふうに合成できなくても同じなんです。ね。こういうふうに銘柄を自分でね、こう、ちょっと、なんて話して、同時に買えばいいんです。買い売りすればいいんです。合わせて。数量合わせてこれ。5個で同時したかったらね。ね。パッとやったり、こういうのやったりとかね。
合成すればいいんですから。合成。ちょっとこう変わりますでしょ。合成。合成すればいいんです。このようにね。これをつなぎ合わせて一つにしちゃうんです。一つのチャートにしちゃう。一つのチャートにしちゃう。一つのチャートにしちゃう。また、ね、こういうのを一つのチャートにしちゃうんです。これ全部入れちゃうの。これは USD 基準にしてね。ね。これは JPY を基準にして。いうのはこれ JPY とつなげちゃうんです。ここの通貨に。ね。それで、このまま買い売りしちゃうね。反転にならないように、順にね、買い売りのつなぎをうまく合わせてね。足し足しちゃダメですからね。うまくちゃんとね。これは、全部のつながりをうまく合わせちゃう。ね。ここでランダム出ますよ。これだけで合成通貨、ね、できちゃうんです、これね。無限にあるんです、この無限通貨国を作成して、ね。この CFD にも合わせちゃっていいわけですよ。外貨にね。あと、ゴールドとかもできます。ね。今ここには入れてませんけど、それもつなげられますから、これを一緒にして、こういう一つの、グラフにしちゃって、ね、投資するわけですね。販売用先生の投資っていうのはね。だから、いくらでも FX は稼げます。何億円でも稼げますね。FX っていくら稼いでもね、規制がありませんから。規制ないんですよ、全然。100兆円稼いでも、規制ないですから。いくらでも稼げるんですね。バイナリーオプションは規制があるからね、だいたい1500万円以上出すと、